どうもハローズダーツ所属知事担当の菅沼清原です。皆さんよろしくお願いします。ハローズハローズあの埼玉県朝霞市にありますダーツバーホワイトホースにだいたい毎日います。皆さん遊びに来てねああ僕ダーツ歴だとダーツ初めて触ったのは多分20代半ばぐらいなん でそこから真剣にダーツに取り組み出したのが20後半なんで、まあ、12、3年っていうところですかね。はい、プロになったのはジャパンの開幕の年なんで2012年ですね。いや地元は東京なんですけど、もうでも埼玉に来たタイミングで本気でダーツにこう取り組んだタイミングだったので、うん、もう本当に12、3年、今埼玉の朝霞市っていうところで、うん、あ、ちなみにですね、じゃじゃん、はい、チージー使っております。まあ、これ、まあ、選んだ理由なんですけど、僕結構強めのカットが昔から結構好き で以前はオブリビオン使ってたんですけども、ちょっとカットがもうちょい欲しいなっていうことでずっと気になってたこのチジをちょっと今回、使ってるんですけれども、結構その触った感じすごいカットガリガリなんですけど、結構抜けが良くて、で、まあ、重さ的にもかなりバリエーションがあるっていうところで、僕はソフトもスティールも両方とも 22g を使っています。グリップ僕は基本的には4本で、なんか最近はまあストレートを使ってるんで、割とまあ中心部でまあ親指と人差し指で支えて、まあ、ポイントだったり、まあ、あのソフトだったチップに薬指をこうかけるような、こういうイメージですね。はい、これ、まあ、僕ちょっとソフトとスティールで若干セッティングが違うんですけど、うん、まあ、スティールに関しては、まあ、L スタイルさんの、260のシャフトに、今は紙フライドの L1 ですね、スタンダードを使ってます。でソフトは、逆にシェイプを使ってまして、まあ、シャフトの長さ一緒ですね、うん、シャフトの長さ一緒で、フライドはまあシェイプ L3 ですね、のシェイプを使っています。でチップに関しては、まあ、スティール投げてるってこともあって、なるべく長い使いたくて、まあ、US リップを使用しています。まあ、グリップがどうしても薬指にこうかかるので、まあ、ソフトもなるべくチップが長い方が安定感も収まりがいいというか、やっぱりソフトスティールに近いような感じで投げたいので、まあ、ちょっと長めのチップを使っています。はい、練習方法なんですけども、まあ、朝一お店に来たら、まあ、基本的にはまあ、今コロナ禍でソフトの試合がないので、スティールを基本的には投げます。でまずはダブル回りですね。僕の場合はまあ1から順番に、まあ、1ダブル入ったら次2ダブルで、最終的に20ダブルインブルまでを行って、ダブル回りはそこで一旦終了で、その後に今度は縦ライン、ラインを合わせる練習をするのに、20トリプル、3トリプル、インプルっていうのを行って入るまでやると。でその縦が今度あったら、今度は横ですね、横の11トリプル、6トリプル、インプルっていうのを入るまでやると。でこれは、まあ、縦横のラインでどこがずれてるか基本的にはこう自分で理解する
その動画を、まあ、お店である遅延カメラなどでチェックフォームチェックをしながら行っていくっていうのが、まあ、一連のこの練習方法ですね。通称チヂーなどでファンに愛されているデーブ・チズネル選手のシグネーチャーモデル、2019年ハローズの売り上げで一番だったバレルです。種類はソフトチップ3種類、スティールチップ6種類が販売されています。チヂーは本場 PDC で数々のいい成績を収めています。本物の PDC プレイヤーが使用しているバレルで、基調は同じデザインで重さだけを変えた自分に合ったものを購入できるところです。世界で活躍しているデーブ・チズネル選手と同じバレルで投げてみませんか？選手仕様はソフトチップ、スティールチップ、どちらも 22g です。ぜひチヂー、タングステン 90% モデルでしっかりとした握りのストレートバレルを実感してみてください。